AVR3378 便墜落事故は、ローリーダーラム国際空港発リッチモンド国際空港業の国内定期便だった AVR3378 便が1988年2月19日の夜、ローリーダーラム空港から離陸直後に墜落した事故。乗員乗客12人全員が死亡した。また、この便はアメリカンイーグル便として運航されていた。 そのため、便名についてアメリカンイーグル3378便と表記される場合もある。事故当時は運転が低く、指定も低かった。3378便には乗員2人と乗客10人が搭乗していた。乗客の多くはノースカロライナ州とバージニア州に住む人々で13歳の少年も含まれていた。 現地時間21時25分ら3378便はローリーダーラム国際空港の滑走路 23R から離陸し300フィートまで上昇した。その後3378便から航空管制官への最後の更新が聞こえた。3378便は適切な上昇速度を維持したがバンク角が40から45度であった。 標準的なバンク角は22度であり、ほぼ倍近い角度で旋回し始めた。傾きが大きすぎたため、降下し始めた。その後、航空機は滑走路 23R の西5100フィートに、あるため池の岸から100フィートの地点に墜落した。残骸は、地上と森にも散乱した。事故現場では、火災が発生したが、すぐに消火された。現地の管制官によると、 彼は3378便の前にいたアメリカン航空の MD-80 を確認できなかった。彼はレーダーで MD-80 を捉えて3378便を離陸させた。彼は少しの時間3378便をレーダーで確認し、ピードモント航空機を離陸させ、次の3分でセスナ機を着陸させ、出発管制官と調整し、 3378便を探した2131-45で管制官が緊急システムに警告したこの事故は機体が極端に破壊されたため国家運輸安全委員会によって事故原因の特定は困難とされた NTSB は1988年12月13日事故報告書を発表した事故の予備原因は 複操重視の不適切な契機の監視と認識した失速防止装置の故障に対するパイロットの対応によりパイロットが適切な飛行経路を維持することができなかったことだとした。他に寄与したことは文書化された複操重視の操縦に関する問題点に対する会社の対応の欠如と FAA による AVR の監督の欠如である。1993年 エアラインパイロット組合は調査の結果に反対する申し立てを提出し再検討するよう求めた。NTSB は部分的に申し立てを受け入れた。この事故の原因はパイロットが適切な飛行経路を維持できなかったことである。寄与した要因はパイロットの訓練と運営の管理と監督が不適切であったことと FAA の AV エアに対する監督が不適当であったことである。 ありがとうございます。